日本東京都中央区日本橋堀留町。日本橋堀留町は、東京都中央区の地名で、旧日本橋区にあたる日本橋地域内である。現行行政地名は、日本橋堀留町1丁目及び日本橋堀留町2丁目。郵便番号は103-0012。折り物、衣類関係の企業が軒を連ねている、商業地である。同じ堀留町内でも1丁目は、 宝くじの起源とされる富くじで知られている杉森神社の門前町で、二丁目は三考稲荷神社の宇治こ地域である。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は日本橋堀留町である。東堀留川が堀留町の南端部で止まっていたことが町名の由来となっている。江戸時代以降、東堀留川、西堀留川など運河の水運を利用して、 諸国物産を扱う船木問屋が多く集まる町、旧日本橋小舟町の一部を九州合併し、現在の形になった。都電の堀留町電停が現在の堀留町交差点付近に存在した。都電は人形町通りを走り、小電間町、新宿、北千住方面、人形町、水天宮前方面とを結んでいた。 1969年10月26日廃止。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。